久保さん。まあ今回は YouTube が僕の人生を変えてくれたにしましょうか。YouTube が僕の人生を変えてくれたと。もしね、YouTube なかったら久保さんどうすかね多分人生変わってないと思うんですけど。<laughs> まあ大きく僕は変わりましたね。YouTube を自分の名前、自分の顔、自分の声で伝えることによって、えー、今まで得たことがない体験を多くしてこれました。今までは僕は10年以上裏方で、 え顔も出さず、本名も出さず、ひっそりと影武者としてやりましたけども、今、表に出て、顔も出して、本名もさらして、やりましたけど、まあ大きくね、人生が変わりましたね。まあ結論やってよかったなと思いますね。まあなんでやってよかった、やって、やってよかったなと思うことが、やっぱ自分が生きている存在が分かったってことですね。 自分が生きている価値があるんだっていう多分生きる意味って、まあ、人それぞれその、まあえー、考えるもしくは哲学をするいろいろなあると思うんですけど生きる意味って僕はないと思うんですね生きる意味うんそこに対して、えー、使命だったりとかんだろうな生まれてきた意味付けっていうのは後からこうつけていくと思うんですよ単純に僕が生まれた理由っていうのは、えー、父ちゃんと母ちゃんが 夜の営みをして、奇跡的に受精をしたと。で、生まれただけであって、うーん、意味はないっていうか、意味があるとするならば、父ちゃんと母ちゃんが夜の営みをしたかった。<laughs> もしくは、父ちゃんと母ちゃんのエゴで子供を作りたかった。<laughs> 僕は別に生まれていきたいっていう意思はその時ないわけですから。 うん、じゃあ、世の中に生まれて、僕は世の中でこんなことをしたいっていう意思があって生まれたわけではなく、たまたま受精したっていう。だから、意味は僕はないと思ってるんですね。人生において生まれてきた意味っていうのは。だから、意味をどうつけていくのかっていうのが大事。人生において、後から意味をどうつけていくのかっていうのが僕は人生においてめちゃくちゃ大事なところだと思うんですよ。で、自分でその、この情報を発信していく上で、その、吉谷さんのおかげでっていう人がこう、やっぱ増えてきたので、 まあ、生きてる意味あるなっていう。僕がいることによって、多くの人の人生がちょっとずつ変わってってる、変わったっていうところは、じゃあ、生きてた意味あるよねっていう。だ、誰かしらの役に、お役に立ったってことじゃないですか。うん。だから、それは、なんかやっててよかったなと思いますね。だから、裏方やってたときは、会社の売り上げは上がるんだけども、僕がき、僕はもう、生きてるようで生きてないようなもんなんで。うん。だから、その、売り上げ以外の得られるところですよね。存在価値。 っていうのをやっぱ分かったっていうのはこれ人生において最大の僕は良かったところかなと思いますねうんなんか例えば会社で働いていて会社で働いていてつまんない人ってその会社でのポジショニングがないと思うんですよ会社であなたが働いてる意味がないっていう意味を見いだせない俺ってこの会社で働いて何の意味があるんだろうみたいな例えばそこでねあのー、なんかお前がいるから売り上げが上がるんだよとか なんかそういうポジショニングだったらな働いてる意義があったりとかなんか会社に貢献してるんだなか会社に貢献してるってことはその会社が世の中に貢献してるんだならばその繋がりはあるだろうしでもそれを感じれない人生ってめちゃめちゃしんどいのかなと思いますね何のために生きるのか何のために生きているのかそれが意味づけができない それはね、マジできついと思いますね。逆に意味付けができる人生を送れたならば、それは良かった人生なんじゃないかな。生まれてきて良かったんじゃないかなと思いますけども、自分が生まれてきた意味をつけられない人生を送っているんだったら、それはかなりしんどい人生なんじゃないかなと思いますね。だから自分を表現する、自分の言葉、自分の表情、自分の思いを YouTube で伝えられるので、まあ、YouTube はね、もう神ですね。 ということで、あなたが生まれてきた意味は何ですかいってらっしゃい。